ははいどうも皆さんこんこにちはクラフですで、まあ、前回ですねセリフそして BGM で遊んできましたその中でですねセリフはセリフモードだけじゃなくて交換ボタンでも流すことができるよっていうお話をしたと思うんですけども今回はそちらの遊びをやっていきたいと思います返信前だけでもかなりあの充実した内容になっていますので是非最後まで見ていってください <music> はいではまず変身前の状態で遊んでいきたいと思いますまずはベルト装着音ということで A のスイッチに入れている場合は1回目にアンクのセリフが鳴りますそして2回目にベルトの装着音が鳴りますこれはトリガーとセリフボタン同時押して流れます1回目こんな感じでこの気配ウバだと流れましたでそして2音目がこのようにベルトを装着する音が鳴ります してもう一度下ろすとこんな感じで1音目に戻ります1音目は計6種類ありますこの,気配この6つが流れますそしてこれはですね B のスイッチに切り替えるとこれはベルト装着音しかなりませんはいこれは古代オーズモードも 古代オーズボイスモードも、えー、ゴーダーモードもすべてベルト装着音は1音しか流れませんはい続いての遊びですけどもこちらは交換音ボタンの単音詞に対応している遊びでありましてメダルを投げる音だったり、まあ、セットされる音セリフそして交換音が流れるといったようなものがあります まず1つ目ですね。オーズモードとアンクナビゲートモードでの遊びです。まあ、一応、共通なのでオーズモードで遊んでいきます。この状態で交換ボタンをターンすると、1音目が3つの中からランダムに1個。2個目がプトティラメダルの出現。それがベルトにセットされるか、手で掴むかというのが交互になるというものですね。そして3つ目がエイジグリードに変身すること。この3種類がずっとループするように。 なっています。それでは1音目から聞いていきましょうエージはいこんな感じでアンクが「エイジー」と呼んでメダルを投げる音が入っています1音目は3種類あるのでもう残り2つも聞いてみましょうはいアンクナビゲートモードでもおなじみのセリフですね はいといとうことでオエージが聞けました、えー、この3つが1音目のランダムな3つになりますそれでは2音目こちらはプトティラメダルの出現からベルトにセットされるか掴むかというところで交互になりますのでまずベルトセットはいこんな感じでプトティラに初めて変身した時なんかは自分の体から恐竜メダルが出てきて勝手にメダルが オズライバーにセットされましたよねまあ、そんな感じの音声になっておりますもう一個がプトディラメダルが出現して掴む音ですねはい。こちらはみんな大好き北村の海なんかはえこっちのパターンでしたよねこっちは自分で制御できている時のものでネジが胸から飛び出した恐竜メダルを掴んでそれを自分でバックルに入れて自分でスキャナーを動かして変身するという パターンがこれに該当しています。そして3音目は毎回エイジグリードの変身音が鳴りますそしてこのプトティラメダルのベルトセット音ですねあとプトティラメダルの掴む音そしてエイジグリードの変身音はオーズモードとアンクナビゲートモードだけじゃなくてオーズボイスボーノでも 対応しているんですがエイジグリードの変身音に関してはオーズボイスモードにするととある変化が起こります。いきます。はいということでエイジグリードに変身するときにエイジのうなり声が聞こえてきますいやーいいですね。 こういういのもちゃんと入ってて最高で,すでは、えー、とこのままオーズボイスモードで、えー、1音目がかなり変化しますのでそちらを鳴らしていきましょう1音目に関しましては先ほどアンクナビゲートモードと通常のオーズモードでは3種類の中からランダムだったんですが、えー、こっちに関してはなんと10種類がランダムに選ばれるようになっています全部聞いていきましょう でなんと最後の10個目ですね最後の10個目は前回にはなかった温泉になりますアンクメダル受け取れお前これ適当に投げただろ <laughs> 適当にアンクから投げられるっていうパターンも存在しますそんな時はやっぱりあれですよねサイウナギバッタです こんな感じで、えー、左右ばったのメダルでで変身することができましたそしてなんと、えー、この今のセリフですねオーズボイスモードでこの「適当に投げただろう」っていうセリフを鳴らした後に、えー、必殺技を発動した場合、えー、とあるセリフが鳴ります。<noise> 適当じゃなかったという感じで、えー、左右なぎバッタが適当じゃないことがわ、えー、かりましたね。あの時も適当じゃなかったですからね。はい、以上でオーズモード、オーズボイスモード、アンクナビゲートモードの、えー、交換音ボタン、単音押しのモードですね。は以上になるんですけども、この3つのモードは、えー、1音目が流れた時にセリフボタンを押すとメダルをベルトにセットする音が続けて鳴るようになります。なので、 今先ほどのオーズボイスモードですけども交換ボタンなどにセリフボタンを押していますいきますバックガタガタガタ切り刃受け取れはいこんな感じで、えー、ガタ切り刃をしてしてる間に、えー、このセリフボタンを押すことで受け取った直後にメダルを左右にセットして真ん中にセットしてバックルを傾ける音まで入っていますと ということですでは、えー、オーズボイスモードで今ガタ切り場が、えー、指定されましたのでわざと違うメダルで、まあ、このままじゃ左右なぎバットで変身しますか。変身えこれ違うよンクはいということで違うということもちゃんと判定してくれて <laughs> エイジが指定したコンボではないメダルが 渡されれたははこのよよううななセリフが流れるようになっていいます、はい、続いてこの交換音ボタン、単音押しですね。これはもちろん古代オーズモードや古代オーズボイスモード、ゴーダボイスモードにも対応していますので、電源スイッチを A の方から B の方に切り替えます。はいということで、古代オーズモード、そして古代オーズボイスモードでは、1音目がグリードの吸収進化音、グリード吸収体になるときの音ですね。そして2音目が古代オーズ封印音と。 こちらはあのテレビシリーズ本編に流れた音になっています1音目はいということで飾りとメズールとガメルが取り込まれてその後グリード吸収体になるという効果音が入っていますそして2音目が「古代オズ封印音」 谢谢大家 はい、こちらの音声は前回のオスキャナにも入っていたんですががが封印される音が入ってます。そしてゴーダモードに切り替えましてこちらのゴーダボイスモードでは1音目から3音目までありましてこちらはランダムではなくてそれぞれ1種類ずつです。1音目。 とということでゴーダーエイジが最初にタトバに変身したとき、ね、続いて2本目こちらは古代オーズのグリード吸収隊と戦う直前のゴーダーエイジとアンクのやり取りです。そして最後は、古代オーズを倒した後にそのメダルを吸収する音が入っています。 はいといととうことで古代オーのメダルを吸収する音だけじゃなくて、えー、バックルルの中にゴーダメダメが入入っってていいく音まで入っていまですそしてこちらのゴーダーボイスモードでも先ほど言ったように1音目と2音目に関しましては交換音ボタンを押した直後にこのセリフボタンを押すことで先ほど同様にメダルセット音やバックル傾け音が鳴ります。 こんな感じですねただちょっと個人的には、えー、メダルセットバックル傾けっていうのがちょっと早いかなって感じはしているのでもうちょっとゆっくりだったら嬉しかったかなっていう感じですねはいということでターン押しに関しては返信前は以上になりますそれでは続いてあの長押しやっていきたいと思いますこの交換ボタンの長押しに関しては A のスイッチじゃないと対応していないと B のスイッチでは長押ししてもターン押しと同様の結果になります なので、まあ、今回は A のスイッチで入れてるんですが、こちらはオーズモードとアンクナビゲートモード、そしてオーズボイスモードで、えー、セリフがあるかないかというところで変化が起きますので、まあ、これは結構ですね、あのセリフありで聞いた方がいいかなというところですので、えー、今回はボイスモードに切り替えて、こちらを長押ししていきたいと思います。いきます。 はいといとうことでこちらは最終回でですね鴻上会長が10枚目のたとばのメダルをですね、まあ、ビルの屋上からヒュッと投げてですねそれが不安と皆さんの目の前に <laughs> 一度出てからエイジの手元に渡ってそしてセリフですよねセリフが流れてしかも入れる音バックル傾け音まで入っているモードになりますこれすごいですねそして、えー、残り2つあります2個目聞いていきましょう とということで最終回のあのセリフをこのメダルセット音効果音とともに言ってくれるというモードになります素晴らしいですねこれあのなかなかですねあのメダルを入れるタイミングとかがわ、えー、からないというところもあるんですけどこちらのモードを使えば、まあ、これのセリフと音に合わせてですねもう自分メダル入れるだけでエイジーになりきれますからねそしてだいたい予想はつくんじゃないでしょうか、えー、3つ目 といとうことでこのようにですねタジャドルコンボエタニティに変身する前にですねアンクイっ言ってたというしかもそれはタジャドルのメダルがエタニティのメダルに変わるところからスタートしてますねそしてなんとこのモードを使うことによってスキャン完了音が変化するという仕組みがありますので聞いていきましょうそれではまず最初に最終回たとば そしてなんとこの最終回タトえば変身解除をしてみると特殊な音声が鳴ります。<laughs> はいということでエイジーが10枚目のタトバを使った後にですね10枚目のタトバのメダルが。 割れてしまうという描写がありましたそちらの音声が入っておりますめちゃくちゃ嬉しいこんなのが入ってるのは続いて最終回タジャドルです最終回タジャドルに関しては変身完了音は変化してないんですけどもどうせなのでね鳴らしたいと思います と、はい、というこでで最終回タジオドルも再現できますちなみにトリガーを握った状態で効果音ボタンとセリフボタンを押すことで聞こえますかねこれ今オーズボイスモードオーズモードアンクナビゲートモードこちら A のスイッチに切り替わっている場合はこちらトリガーを押した後にセリフボタンを押すとイエスの変身が聞けますそしてこちら効果音ボタンは アンクの返信が聞けるんですね。なので、えー、このような最終回タズドルの場合、えー、先ほどのようにスキャン後に返信ではなくて、スキャン前に返信って言ってましたよね。なので。 はい、このように自分で変身を入れてあげるとスキャン後の変身がなくなりますのでこれでもっと再現度が上がるかと思います。はい、それでは最後エタニティですねエタニティもスキャン完了エタニティバージョンに変化しますのでこちらをやっていきたいと思います。<noise> はい、ということで「金銀ンだとめちゃくちゃ貯めてガッシャーンってなるんですよね。もう一度聞いてみますか。はいこんな感じですね。で今やっているように CSM のオースキャナーというのはこのようにトリガーを握った状態であればずっと変身がストップされてここを離した瞬間に変身するというような。 ものになっておりますいいですね <noise> ちなみにですね先ほどあのトリガーを握った状態で。 まあ変身とまあ交換音ボタンセリフボタンを押すこって言ってくれるよっていう話だったんですけども古代オーズモードだったりゴーダーモードではどうなのかというところなんですが古代オーズモード古代オーズボイスモードではどちらも交換音ボタンもセリフボタンも古代オーズが変身というふうに言います聞こえますかねそしてえーゴーダーモードに関しては セリフモードがゴーダエイジそして交換ボタンがゴーダですこんな感じですねはいそして、えー、今回の CSM オースキャナーでは実は大気音がない状態のスキャンができるということで、えー、そちらもやってみましょうトリガーと、えー、交換ボタンですねを同時に押します そして、今これ分かりますかね。光ってます。でこの状態はもう交換音ボタンを取っても継続します。これで実際タトバとかに変身してみますか。 はいといいとととううここででが存在しないスキャンもこのようにできますと今ちょっと撮影してるのでこのようにやってできませんでしたけども本来であればまあこのように握って親指でこっちを押さえてもらえればこんな感じですぐにこちらできるようになりますのであの皆さんもこのこの音がですね、まあ、ノイズに聞こえてしまう人だったりっていうのはもうこのようにしてスキャンするということをやってみてください。 はい続いて変身後の遊びです、ね、変身後ですすね後遊びに関しましては、えー、各ボイス比較する動画を別に撮りますので、えー、そちらをご覧ください前々回かな変身した後にですね各コンボに応じて特別な音声が鳴ったりとかあとメダルの特殊能力が鳴りますよっていう説明をしたと思いますでその時にあのその各コンボの特別な音声が鳴るっていうのがここの交換音ボタンですね ここの交換音ボタンを一回押すことでなるというものでした例えばこのようにこのようにタジャドルに変身した後にこの交換音ボタンを単音することで飛翔音が聞けますと これが単押しの1音目なんですね。なので、2音目、オーズモードとアンクナビゲートモードでは4つがランダムになるようになっています。オーズボイスモードに関しては11個ランダムになるようになっています。3回目が先ほどのプトティラの出現。そしてプトティラメダルをベルトに自動でセットされるか、自分で掴むか。そして4回目がエイジグリード変身音ということで、まあ、この3回目と4回目に関しては同じなので、この2回目のです、ね、4つのランダムボイス。 をすべ、えー、て今聞きたいと思いますレイジメダルを変えろレイジ次はこいつで行けそのメダルじゃ相性が悪いかレイジこっちを使えコンボはむやみに使うなこいつにしとけはいということでこの四つが流れます はい続いてオーズボイスモードなんですけども先ほどのオーズモードそしてアンクナビゲートモードにあった4つの音声ですねそれプラス先ほど変身前にあった各コンボの要求の音声が6つですねそれで計10個そして残り1個が「待てコンボはやばい」というあのセリフですねになっていますのでまあここは全て今まで聞いたことのあるセリフになっているということですそして古代オーズモード古代オーズボイスモードでもグリード吸収進化音が入ったり 封印音が入ってたりと、まあ、こちらも変身前と同様の効果音が入ってるんですが、えー、こちらですねゴーダーモードでは全然違う振る舞いを見せてくれますでは交換音ボタンタン押ししてみましょう2音目どどんんん行こうアンク早く次のメダル何してだだよアンクだったら自分ではいガタ切り場に変身する前の合大エイジのセリフですそして続いて3音目 はいということでこちらはですね結局その時はラトラーダでしたねただあのゴーダはエイジに憧れてるのでタジャドルをやりたいというところのシーンですさあそして4音目ですはいということで古代オーズの中からアンクがですね恐竜系の3枚のメダルをファッと投げてるそういう効果音が入ってますそしてなんと5音目もあります はいということでゴーダのプトキラコンボがグランドオブレージをする時にあのセルメダルを吸収してましたよねその時の音ですゴーダボイスモードに関しては効果音の端子はこちらのゴー音がループするような形になっておりますはいそして変身解除に関しましてはこちらのオーズボイスモードですねオーズボイスモードの時に限り一定の確率でコンボ後は特定の音声が鳴ります はいということでコンボがどれだけ体に負荷を与えるかということをすごく分かりやすく表したやり取りですよねはい続いてスキャン音や一部の変身音を変更するというモードがありますこちらセリフボタンを長押しすることによって最大4回までセレクトを入れることができますまずセレクト1回目こちらはどんだけ早くスキャンしてもスキャン音のスピードが一定のテンポになるというものです1回目どれだけ早く 言ってるのでかなり早くスキャンしたいと思います今明らかにスキャナーの方が早くなっていたのにここが一定でしたよねちょっと遅れてこっちがやってくるという感じでしたはい続いてセレクト二回入れるとかなりゆっくりしたテンポになってくれますもちろん一定のものです でこちらは結構エタニティの変身の時に便利なモードになっています。セレクト2回入れます。それではこちらを先ほど紹介しましたテリフありの変身前のあれですね。一緒にやりたいと思います。それが… 今かなりゆっくりスキャンされたのが分かったと思いますただちょっとやっぱりこの状態で交換音ボタンをノールックで押そうとしてもなんか間違ってセリフボタンを押して今エイジの変身が聞こえちゃいましたねもう一回やってみましょうか今回普通にやってみますねはいこんな感じで今ちょっと悪い例を見せたんですけどもここのスキャン完了の部分ですよねここの音が鳴る前にトリガーを離してしまうと変身ができませんなので そこはずっと持ちっぱなしでやりましょうとこの音が鳴ったら話します え続いてセレクト3回ですねセレクト3回をしますと、えー、これでですねコアメダルのスキャン音がセルメダルに変化するとこれ一体何のためにあるのかというとですね実はロストブレイズってコアメダルのスキャン音じゃなくてセルメダルのスキャン音だったんですね、まあ、おそらく編集ミスだろうというふうに言われてるんですけども、まあ、それを再現するためにこのようになっています またですね、このモードでは、財団 X 製のコアメダルのスキャンが全部ですね、セルメダルの音からコアメダルの音に変わりますと。こちらもですね、最初のタトバに変身した時はコアメダルのスキャン音だったということで、こちらが再現できるようになっております。それでは試しに、財団 X 製のコアメダルで変身していきたいと思います。 はいといととうことでスキャン音がちゃんとセレメダルのカンカンカンじゃなくてキンキンキンになってましたね通常はどのような感じかというとこんな感じなんですねこれが先ほどのセレクト3回でコアメダルの音と一緒になるということですはいそれではセレクト3回を入れてロストブレーズの音を劇中通りセレメダルの音に変化させたいと思います普通はこのような感じでした はい、このように、キン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 となってるわけですけども、えー、これセレクト3回入れると、今、ちゃんとロストブレーズの状態になっていますけども、えー、こちらでスキャンします。はい、ということで、えー、プトティラのメダルにもかかわらず、セルメダルのカン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 と、 いうことになりましたね、えー。これが一応劇中の再現になっているそうです。すごいですね。タ、えー、ジャスピナーに関しましても、また別で動画上げますので、そちらをまたご覧ください。はい、ということで、えー、最後ですね、セレクト4回。これがめちゃくちゃ面白いモードなんですけども、A のスイッチ、またはゴーダボイスモード。この時は、どんなメダルをスキャンしても、ラブコンボの変身音が鳴りますと。ただ、ラブラブラブというのは、多分ですけど、言わないのかな。 えやっています。これで四回セレクトが入りました。そうですね。どうせならはいタジャドルコンボエタニティがハマっているんですけども。 <laughs> ということで <laughs>、あ,あ、セリフモードだとあ、あもしかしたらラブラブラブ言ってくれるのかなこれをセリフモードを外して4回セレクトを入れるとどうでしょうかこれはでもどうなんだろうスキャニングチャージ判定にはならないのかないきます。 はい。<laughs> ということで、ラブラブラブ言わないですね。こちらも自分で言ってくださいというものになります、えー。ゴーダボイスモードでも同じようにやってみましょう。さあ、ゴーダがラブラブラブ言ってくれます。おそらく。 ゴーダーモードでではならならいんですね。ゴーダエイジが言ってくれると思ったんですけど、こちらはならないようです。なので、おそらくアンクナビゲートモードでも言わないので、ラブラブラブを聞きたい場合は、セリフボタンか、こちらのセレクト4回のオーズボイスモード。で、ラブラブラブを自分で言いたい場合は、このセレクト4回をですね、オーズモードだったり、アンクナビゲートモード、そしてこちらのゴーダーボイスモードでやってくれれば、まあ、自分でラブラブラブが言えますと。 ということです、まあ、ラブコフもびっくりぐらいラブラブラブ今言ってますけど逆にですね、えー、セレクト4回を古代オーズモードや古代オーズボイスモードでなるとどうなるのかというところなんですがこちらはタトバコンボに変身した時にのみ800年前のメダル言わないバージョンですもう復活のコアメダルではですねタカトラバッタと千代子さんの銃をババババって言ってる時にタカトラバッタって名前を言ってたんですけどもあの本編ではそれ言ってないんですよねそちらが再現できるようになっています それではやっていきます。はい、それではセレクト四回入れます。そして今古代オーズボイスモードになっております。この状態でスキャンすると、はい、このように変身音が高トラバッタとは言わずにですね、鳴るモードに切り替わりました。 はいということで今回は返信前と返信後のセリフボタンだったり交換ボタンで遊んでみましたけどいかがだったでしょうかかなりボリュームがありますよねこれだけでもかなりなりきり度が高いんですがそこにセリフをつなげたりとか BGM スタンバイを入れてもっとなりきりができるようになりますので皆さんそちらをぜひですね、えー、自分の手で触って遊んでみてください次の動画はですね先ほども言いましたようにタジアスピナーの動画か 各モードでの変身音や必殺技音の比較の動画を上げたいと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました